極楽町お疲れということで、タイトルを見てくれた人はわかると思うんですけど、今日は、引きこもり極楽町再び降臨っていうことで、話していきたいんですけど、このチャンネルでは、僕が好きな、VK だったり、皆さんも、知らないような曲を、動画にしてます。で、他にはクソジジイと、コロナのニュースを、動画にしてます。俺は、専門家でも、まあ、医療従事者でもないんだけど、皆さんも思ってると思うんだけど、クソジジイ、まあ、政府もそうなんだけど、世の中おかしいぞと、間違ってるぞっていうことが多いと思います。なので、この動画で、正しい情報を、皆さんに、お伝えできればと思って動画を撮ってます。で、他には、こういう動画を上げてると、お前は何も知らねえぞと、お前みたいな配信者は絶対許せねえと、俺はお前より詳しいプロだみたいなゴミクズ野郎が現れるんですよ。で、そういうやつを、この動画で、紹介して、晒して、話していこうっていう、3つです。VK とクソジジイで、引きこもりの方形君、この3つで、このチャンネルは成り立ってます。興味ある人は、過去の動画もご覧くださいということで、まずは、クソジジイ、クソジジイと、ここ最近の、コロナのニュースを、見ていこうと思います。どうぞ。企業や大学での接種、自治体の大規模接種について予想以上に多くのご要望をいただいております。これらの新規受付については停止を継続しますが、すでに受け付けたものについては精査の上対応することとし、ということで、クソ知事どうすんの。お前が数週間前に言ってた、最終兵器のワクチンがついになくなっちゃったよ。で、オリンピックも、あと22日ぐらいに迫ってんじゃん。で、東京都で言うと街にさ、まあ、人は出歩いてるじゃん。もう未来のない、ゴミクズの若者が、まあ、大勢、まあ、飲み歩いてると思います。で、感染者ももちろん増えてると、まあ、ちなみに、6月30日、昨日の、東京都の感染者数は、714人です。この数字は、1ヶ月ぶりに、700人を超えたっていうことなんですけど、そしてどうすんの。オリンピックも迫ってる。で、緊急事態宣言解除した。で、酒類を扱ってる飲食店に、酒の提供を緩和してると。どうするクソジジイ。緊急事態宣言、6月の20日で解除して、また出すんですか。まあ、意味のない緊急事態宣言。感染者増えてるから、まあ、お酒を扱ってる、まあ、飲食店サービス業は、また休業してくれと。オリンピックのためにお前たちは休んでくれ。俺はオリンピックの方が大事なんです。お前たちは、自分で何とか生活してくれって言うの？言えないでしょ。で、オリンピックも開催したい、感染者も抑えたい、両方は無理なんです。でもさ、俺がアドバイスをしてやろう。まず感染者を、抑えることが優先だと思うのね。で、抑えるために簡単なんです。例えば、マスクしてなくて出歩いてるやつ、罰金3万円です。で、不要不急の外出、例えば、8時、9時以降に出歩いてるやつ、罰金です。5万ぐらい取りゃいいんじゃないか。で、マスクをしてなくて、外出をしてるやつ、まあそういうやつには、8万円で。まあこれぐらいやれば、マスクしないやつも減るし、路上飲み、まあするやつも減ると思います。で、この発言を聞いて、お前はひどいやつだと、やりすぎだと、何様のつもりだと、まあ、いう意見の人もいると思うんだけど、じゃあさ、他に方法ありますか？感染者を抑えるための。俺はないと思います。この問題は、1年以上前から、同じことを何度も何度も繰り返してます。で、クソジジイもそうなんだけど、政府もさ呼びかけてんじゃん、自粛してくださいと、8時には家に帰りましょうと。そんなこと言っても人は言うこと聞かないんです。人に言うことを聞かせるには、痛い目を見せるか、罰金でも、まあ、取らない限りは、これからも、好き勝手に、遊び歩いたり、飲み歩いてるやつは、減らないと思います。
まあ俺は、この動画を見てくれてる皆さんに、自粛しましょうと、感染者抑えましょうと、そんなことは言いません。遊びたいやつは遊びに行けばいいと思います。ただね、そのうちさ、職を失ったり、まあ、学校に、まあ、行けなくなる日も、近づいてるんじゃないかなって俺は思います。そうなった時にあなたを助ける人間違いなくいないと思います。ということを考えて楽しんでくれ。で、ここからは、今日のテーマの、引きこもり極楽鳥再び降臨っていうことなんですけど、もうめんどくせえなーと思ったんだけど、こいつまた現れてます。現れてるんだけど、またコメント消してます。どうぞっていうことなんですけど、お前みてえな素人のチンカスこんなコメントいる？皆さんどう思います？こんなのさ、ただの悪口じゃん。お前なんだろうな、段ボールで生活してて寂しいのかな。お前なんか興味ないしどうでもいいんです。で、次行きますよ。次はこいつです。どうぞ。はい、これは、1週間前です。俺が動画の投稿者ですっていう、こういう動画もあるんですけど、これを上げた時にこいつがすぐ現れて消してます。こいつも、お前無職引きニートやってて調子に乗ってるよな、自覚してっていうことなんですけど、それだけ伝えたかった。で、書いたんだけど、あ、まずいぞこれはと思って消しちゃった。消さないといけないと。そんな感じ。これを伝えてさ、何やんので、極楽鳥と何こいつ、ピンクのピーカー、お前たち病んでんのかな、ご飯とか食べてる。これでさ、ご飯食べれるよ。これわかるかな。お前ら見たことないと思うけど、これが1万円っていうさ、紙幣になるのね。これがあるとお前らみたいな貧乏人でも、ご飯を食べることができる。欲しかったらコメント欄に、お金が欲しいですと、書いてきてくれ。わかりました？っていう感じで、次のやつで、次のやつは、前にも紹介したんですけど、曲は X、 ボーカルはゴミっていう動画があるんですけど、まあ、サディストさんの、この動画のコメント欄でこいつ気持ち悪いんだよね。何回も何回も送ってくる。1回しか送ってないのに、こいつ3回ぐらい書き込んできて、まあ別にいいんだけど、でさ、引っかかるのは、底辺だと。あ、俺を底辺。僕底辺ですか。この動画で、底辺って言うと、ある方が、登場します。どうぞ。っていうことなんですけど、この動画を見てる人で、またかよ、このネタ飽きたよって思ってる人も、いると思います。でもね、今回はこの人だけじゃないんです。今回の、底辺 YouTuber、皆さんもご存知だと思います。登場していただきましょう。どうぞ。ということなんですけど、皆さんもご存知の、松浦忠志くんです。で、僕も、まあ、動画でお世話になってるんで、忠志いつもありがとうっていうことなんですけど、皆さんも、どの辺を、どのあたりを聞いてました？1993年から、バンド活動開始と。で、1995年にステラマリア、96年ラサディーズ、97年にミラージュで、2000年にシンドロームで、2004年に、ファンタなんとか、他にも、多数あったと思います。で、これウィキペディア見てるんですけど、全国各地100バンド以上のビジュアル系バンドのプロデュースを行ってたと。で、最後の活動が、2018年ミラージュアキラ加入後20周年イヤーとして1年間期間限定で活動だと。その後は書いてないです。で、ただしお前約20年間ぐらい、音楽プロデューサー実業家として、活動、まあ、活躍してたと思うんだけど、そんなお前でもさ、底辺って言われるんだよ。わかる？なんでか。これが今の時代なんです。わかります？まあ俺の動画のコメント欄で、登録者数がどうのこうの、ギャ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 騒いでるゴミいると思うんだけど、時代遅れなんです。90年代にもし YouTube があれば、こんなことは起こんないんです。
でも、まあ、今の時代 SNS の、まあ、使い方を、まあ、知らないとこういうことが起こるんです。俺のことをど素人、何も知らねえじゃねえか、やめちまえって思ってるやついると思うんだけど、これが結果です。わかりますか？いつも言ってます。社会に出て必要なのは行動力と結果です。行動力と、まあ、ネットの使い方を理解することができれば、過去有名な人、まあ、こいつでもいいんだけど抜けるんです。今はこういう時代です。わかりますか？以上です。はい、ということで、今日は、引きこもり極楽長と、そのゴミたち、その仲間について、話してみました。皆さんに、まあ、謝らないといけないのは、まあ、コメント書いてくれると思うんですけど、かなり遅れてます。申し訳ないです。今ね、まあ、VK の動画を上げるとコメントが100件近く来てんのね。それっていうのは、まあ、昨日の動画じゃなくて登録者数が増えてて、1ヶ月前とか2ヶ月前とか、そう、かなりコメントが混み合っております。でも、コメントと動画どうしようかなって考えた時に、動画を上げた方が、皆さんも、まあ、楽しめるんじゃないかっていうので、まあ、動画は、毎日、まあ、投稿していくんで、暇な方、興味ある方は、これからも、ご覧ください。で、あとは、コメント欄で、このバンド、投稿してほしい、まあ、投稿してくださいみたいなのも、僕はちゃんと見てます。ただね、曲はあるんだけど映像が少ないんだよね。探してるんですけど難しいのも、多数あります。中には、なんとかなりそうだなっていうのもあるんで、気長に、お待ちくださいと。ありがとうございます。ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。